やべ、ここだけでもう取れ高いっぱいなんですけども。もういいんですけど、次進みて。うわーって、座って座って座って。ジャンプボタンをさ、なんか他のに変えちゃって。ジャンプボタンを他のに変えちゃったからさ、なんか。危ない。うまいこと走れないんだよ。なんで立ち止まるかね。むずい。すいませんね、猫田猫さん。何回もここ滑ってもらっちゃって。よし、ダッシュ。スーパーダッシュ。ミラクルダッシュ。嬉しいよ。ここまでは、ちょっと走った。なんで急に走らなくなる。俺がボタンを離してるからか。よし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 、走れ。もうなんかいろんなボタンを押してる俺は。いろんなボタンを押しっぱだ。走れ走れ走れ。間違えた。ボタン間違えた。見えない見えない見えない。そんなとこ行っちゃった。で、どこ行けばいいの。もしかして真ん中か。なんだ、それ早く言ってよ。そしてまだ敵いるやんけ。ボタン間違えた、ボタン間違えた。嘘だろ、ここまで来て死にたくない。最悪。そこの箱に乗って壁越えればもうゴールだったっぽいのに。あー、もうマジかよ。無駄に上一周しちゃったし、あそこは下普通にくぐればよかったのか。行くぞ。でもこのキーボード操作に慣れねえな。あぶねえ。てか俺コントローラー持ってるからさ、コントローラーでやればいいんだけど。だけどコントローラーも実際そんな使ったことないから、多分キーボード並みにうまくいかないだろうしな。よぶぶ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 ぶ。行くぞ。みんなここ、こんなつまずくかね。俺だけか、こんな下手くそなの。よしよしよし。今んとこいいぞ。よし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 。よし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 。やばいやばい。よし。よし。ジャンプね、やばい。方向がおかしい、方向がおかしい、方向がおかしい。あ、一周しないと下にいるのか。なるほど。で、こう行って、ちょ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 。で、ここ。あっ、これ。で、ここだよ。止め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 。なんで止まないの。飛んで飛んで。うわぁ、左コントロール向き押してるって。なんか押しっぱみたいになっちゃってんのかな。やべ、もうこれ何回目だろう。20回目ぐらいかな。もうちょっとずつ慣れてきたけど、それでも失敗しないわけじゃないからな。むずいわ。ここちょっとこっち行って、こっち、よし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 。で、ここは目いっぱい左行っといて右行く。よし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 。飛べ。よし、飛んだ。そして右。飛ぶ飛ぶ。連続ジャンプ。よし。ここ一周する。スペース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 。スペース。お、クールクールクール。嘘でしょ。そう、もう本当は猫田猫さんごめんなさいね。そして見てる人もごめんなさいね。まあ、着実に奥の方まで行けるようになってるけど、もういい加減いい加減突破したいな。よいしょ、よしよしよし。あ、バカバカ。
あぶね。ジャンプ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 、よし。ジャンプ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 できない。よし行くぞ。ほいほいほい、ジャンプジャンプジャンプ、よし。やべ、めっちゃ悪くな、よし。よし。駆け抜けろ。まずは駆け抜けろ。そして一周。そしてここ。よし、いけた。そしてこっち回って。お、飛ぶ。飛ぶ飛ぶ、なんで飛ばない、マジで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 飛べ飛べ、わーのーよし、行くぞ。飛ぶ、よし、ここまではよし、ここまではよし、よしよしよし、ここまではよし。うん、嘘だろ、先に引っかかった、危ねえ。うわ、先に進みすぎ、止め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 、なんか変なのなんか変なの出てきちゃったしなんだ今の、 Windows の何かが出てきたわ。避けて、ジャンプ、避けて、進む、はい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 、避けて、よしよ、猫と猫選手、最高の動きです今のところ、最高です、素晴らしい、す、猫だ猫、そろそろ本気を見せてやるぜこいつらに。よ、うわっ危ねえよ危ねえよ、あぶねえ、あなたタイミングもずれまくってんな。よし、こっから修正だ。よし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 、いいよ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 、いいよ、飛べって、なんで飛ばなくなるお前、おかしいじゃん、足なんで立ち止まっちゃうかな。ですね、多分ですけど、この動画の実況始めと今現在声が結構か違うかもな。寝起きで撮り始めたんだけど、あーちょ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 、もう完全に喉持ってかれてるわ。いいよ、よし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 、いいよ、よしよしよし、ナイス、ジャン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 プ、よし、あぶぶぶぶ、急がないと、急ぎ、ちょっと飛べ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 って、飛べ、よし、ナイス、おお、奇跡の生還、よし、奇跡、奇跡の復活を遂げた猫だ猫。これは行こう、これは行こう、よし来た、よし、はあ、見たここに野郎、バカ野郎二度と行かねえぞ、あんなとこ、はあ、セーブされてるんだろうか、もうここで死んでもう一回やり直しなんか嫌なんだけど、は、え、何、どうしたらいいの、え、あっちか、あ、そこ、そこか、ここだね、怖っ、
あ？そっち？あ、でもう一回飛べってことだな、多分。よっ。あんで、こっちにもう一回戻るのか？多分そうだな。で、もう一回飛ぶんだろう。よし、頑張れ、猫だ、猫。よし。で、こっちだ。はぁ、引っかかってる、引っかかってる。引っかかってるよ。もう飛んで。怖え！沈みそうで怖え。というか、飛ぶ。よし！これオートセーブされてんのかな？これどこ？完全にもう、飛べ！あ、なんか、あれ？ちょ、待って、なんか勝手に。はぁなんか勝手にもう、なんかもう、はぁ吹っ飛ばされた。猫だ猫、シス。あ、生きてた。丈夫！ナイス、猫だ。大丈夫ですか？随分深くに落ちてしまいました。大丈夫じゃねえよ。ていうか、もう声枯れてきたよ。どこはこの辺りのはず、間もなくですね。あ、そうなん？やっとぜ。え、もうネズミいないの？あ、よかった。よかった。え、足怪我してんだけど、マジかよ。ちょっとちょっと。ペロペロしてますけど、たまには泣いてみる？にゃん？にゃん？オッケー？よし、先進むか。上登れんのか。なんだこれ。人間の作った何かだな。カエルの鳴き声がする。カエルじゃないか。わかんないけど。つか、足怪我してんのにさ、こんなぴょんぴょん飛べんの？あ、治ってる、いつの間にか。マジか。よっ。こっちか。よっ。あれ、飛べない。すげえジャンプ力だな。こっちか。え？ええ。あ、え？は？もう取ってきちゃったよ。あれ、どこ行けいいんだ？ちょっと待って、ここ一旦登るじゃん。あそこの室外機か。ここだ。こっち行って、ここだ。よし。そんで、ん？こっちは意味ある？こっちは意味何にもないか。ちょっと待って、穴開いてるよ。いけるよ、こっち。あ、思い出だ。隠しか？隠しっていうほど隠されてなかったか。思い出す。なんだこのロボットは。一緒に働いていた科学者はいつも言っていました。早く定年退職して小さなコテージで一日中釣りをしていたいと。もちろん街でそんなことはできませんでした。少なくとも100年は誰もそんなことできなかったでしょう。ああ、もう封鎖されちゃったからね。アウトサイドにたどり着いたら静かな釣り堀とたくさんの本がある小さなコテージを見つけられるのでしょうか。あー、街の外に？どうだろうな。街の外が無事とも限らないしな。それこそがその科学者がずっと望んでいたことです。でもまずどこを探しに行きましょう。はい。おー、メモリ 48%。 おー、これ釣り？お、9。たまには一休みするか。ふぅ。いや、マジでさっきの、あのネズミの大群駆け抜けるとか、すんげえ疲れた。左手の筋肉がすごい、もう、ピキピキ言うとる。ピキピキ言うとりますけども、ナイフが刺さってる、怖え。マジでここ誰か暮らしてたんだ。その、人間の博士の、憩いの場だったのかな。こっちかな？よいしょ。よいしょ。これどこやねん。ちょ、またなんかネズミいそうで怖えんだけど。もういない？もう十分だろ、あれだけやれば。っていうか、武器くれ、武器。あ、ここなんか研究所っぽい感じ。なんかバスケットボールあるな。あ？自動販売機は何にもない。すっからかん。ちょっと入れないね。向こうに行くわけでもないんだな。多分後ろでしょ。奥には何にもないかな。チャリンコがある。うんふん。うわ、なんか遠くからネズミの鳴き声がするわ。ここもないよね。
うん、特になさそう。こっちだ。ここか？アイテムを使う。アイテムなんか持ってないぞ、俺。は、なんか見つけろってこと？ふむ、発電ジェネレーターです。ただし機能させるには何か別の部品が必要のようです。はい。どっかにあるってこと？ってことはさっきのこっちにあるのか？これ水筒だよね。ここら辺に転がってる？案外転がってたりするからな、このゲーム。いや、でも調べらんないぞ。なんもないんじゃない？ここら辺は？登れないしな、そもそも。こっちの方。ここ登ったりできないか。ここ登れない？登れない。うわ、肉肉しい。うわ、なんだ向こう側、やべ。ここか、ここ行くのか。うわ、敵いそう。怖え。ここにはねえな。敵いないか。ここ中入れそうだな。捕まってるぞ。あれ、ここ研究所的な感じ？ネズミいないわ。ネズミが捕まってる感じだわ。モルモット状態か。なんだ、なんかあるか。いや、なんもないな。お、怪しいぞ。しかし何もない。飛び乗ってやる。下に行けるな。ここはベランダか。よし、下に行くぞ。誰かいんのか。あ？こいつ毒？あ！めっちゃ博士だ。おもろ、毒。うわぁ。待て、ザークではないな。誰だ？わしのバッジをつけているではないか。どこで見つけた？わしの息子からもらったのか。ああ、シーモス。賢いやつめ。長い間ここに一人でいる。リフラクサーのテストのためにここに来た。でもうまくいかなかった。ああ、武器か。家に戻りたい。泣きたいほど息子に会いたい。家の中は自由に見てくれ。だがどうやってこの場所から抜け出すかはわしには皆目見当がつかない。もうあれか、ネズミがうじゃうじゃいてここから出れないのか。なんか外にあれだよ、あの部品が足りないんです。部品が。この町って電気どうしてんだろうね。もうびっくりした、誰かいるわ。思い出す、バケツロボット。いや、じゃあバケツマネキンか。人間たちはこんな格好をしていました。彼らは小さくて音をたくさん立てながら走り回っていました。いや、ロボットだってガシャンガシャン言うでしょ。はい、思い出しました。それは子供たちです。あ、なるほど。子供たちがいるとストリートには活気が出ました。子育ては大変ですが、大人たちは子供を大きな愛情を持って育てました。ドクはシーモスに会いたがっています。それも同じことでしょうか。そうかね。おー、メモリが 50% 超えたぞ。100% になったらどうなるんだろう。お、怪しい。あ、なんかあるんじゃないこれ。これか武器？これくれよ。これくれ。おい、そのディフラクサーには気をつけろ。フルチャージでザークどもを紙吹雪のように吹き飛ばせるのだ。この赤ん坊を動作させるには 1.215W 必要だ。おっと、それは完全にバックトゥーザフューチャーの毒のセリフじゃねえかよ。雷のエネルギー量じゃん。ここでそこまでの電流を起こせるのは家の外にあるジェネレーターだけだ。
起動しないな。ヒューズが飛んでいるようだ。修理するには外に出なければならない。だが外にはザークどもがいて危険だ。わしは機敏に動けん。お前がジェネレーターのところまで行ってヒューズを取り替えてくれれば、わしがディフラクサーにチャージすることができる。こっちに来なさい。お前がすべきことを教えるから。やったぜ。話が進んだ。うぃー。どうも、猫と猫です。ただいまの時刻は、2時半のようです。はい。よいしょ。モニターばっかだな、ここ。あ、ラジオがある。なんか聞いちゃう？東京 FM 聞かせて、東京 FM。聞こえね。聞こえ。聞こえねえな。なんだよ。あれ、ちゃんとここで暮らしてんだね、多分。あ、どこ行ったん？あ、どこ行ったん？あっちじゃない、上か？やるべきことを教えてあげようっつってたけど。あ？いや、マジでどこ行ったん、あいつ。あ？あ、え、下にいた？は？は、来なさいとか言ってどっこ行ったんだけど。こっち？違うよね。は？外？無意識なほど遠くに行かないでほしいんだけど、なんか俺がブツブツ言ってる間に。どこよ？あ、いた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 。あれ、さっきいた？さあ、このヒューズを持って行きなさい。新品だ。やったぜ！ジェネレーター起動時に大きな音が出るからザークに見つかる可能性がある。なにー？お前がジェネレーターを直したら、わしがディフラクサーにチャージをして直ちに起動する。このケーブルを辿っていき、ヒューズを取り替えるだけでいい。その後またここで会おう。グッドラック。え、ここに戻ってこいってこと？マジかー。お前ら猫一匹に、いろんなことをお願いしすぎだって。まあ、こっちから行けんのか？は？え、こっち行っていい感じ？ち、行ってみるよ。なんでここ？俺、こっから来てないよね。あれ、こっから来た？うわ、キモ。こっから来てないと思うんだけど。あ、こっから来たか。よくわかんない。え、じゃあ、向こうから通ったわ。なるほど。二股になってたのか。で、これのスイッチっていうか、このヒューズをつけるとめちゃめちゃでかい音がして、ザークが寄ってくるから、走って逃げろってことだよね。行くぞ。ヒューズ。おお。ちょ、走らせて早く。やべえ。あ、でも倒してる。で、あー、で、俺は走って逃げろと。ちょっと待って、あれどこだっけ？こっちか、ここだ。あ、いっぱいいるよ。あれ倒して。早く早く。よしよしよし、ナイス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 。あー、やばっ。あれ死んだ。おい、博士、こら。どういうこと？もうちょっと紫の光の中にいればいいのか。猫だ、猫は無害だから、あの光は。そういうこと？先に行きすぎんなよってことか。この紫の光にずっといる感じでいればいいってことだよね。オッケーオッケー。ちょ、早く向こう。よし、早く早く。よし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 。で、こっち光を追ってる。よし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 。ナイスナイス。来い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 。進んで。あ、光出ねえんですけど。行けってこと？お、お、もう来れた。おっしゃ、オッケー。おい、なんで死んだんだよ。めちゃめちゃ簡単じゃねえかよ。やったぜ。1.215W だぜ。ガッツポーズすぎ。でかしたぞ、ジェネレーターが治った。やったね。ディフラクサーのパワーを見たか？これでここから脱出できるぞ。ちょっと待て、ディフラクサーをお前のドローンに装着できるかもしれない。マジでやったね。でもそんな 1.215W のパワーなんかずっと
充電してられるの？感電しちゃうよね。もしくはバックトゥザフューチャーしちゃう。うまくいった。ディフラクサーはお前のナイスなドローンにバッチリインストールされたぞ。よっとぜ。電源が切れるわけではないが、あまり使いすぎると故障するかもしれん。何？危険だということは忘れるな。沢村に戻ろう。息子よ、もうじき帰るぞ。大丈夫かお前。途中で死ぬフラグじゃないだろうな。オッケー。よし、じゃあ、俺も戻ろう。一緒に戻ろう。こっちからでいいの？すんごいのそのそ帰ってるけど。俺は何？おじいさんを守ってあげなくちゃいけないのかな？ドローンで。あ、行く？え、どうやって攻撃すんの？来た？おお、勝手に。ザークを全部追っ払って先に進むぞ。はい。ディフラクサを使うには、マウス左ね。はい。長押しね。はい、オッケー。おお、いいね、いいね。はい。なんとすごい効き目。だが思った通り、オーバーヒートだな。そうなったら少し冷やすといい。村に着くまでは持つだろう。村に着くまではって。そこ限定かよ。永久に持たせろ、バカ野郎。よし、行くか。ここを進めばいいのか？はめっちゃ怖いんだけど。どこだよ。そこ開けんだ。すげえ簡単。ポチッとな。スイッチがつかない。電気が通っていないようだ。なに？今までずーっといろんなもん電気で動いてたじゃん、勝手に。どこ行けっつうの？ここか？さては。これじゃないの？例によって。これをこっちに動かして。で、これだろ。これは向こうだろ。で、ここのパイプか？いや、もっと奥か。よいしょ、よいしょ。あの赤いとこかな？よし、ここまでだ。で、出て、ここに乗って、ここだろう。は、怖え。攻め。あ？ここかな？敵出てきそう。よっ。で、これを押すと。あ、こっち開く。おお。敵いるね。怖い。やべやべ、なんかくっついてる、くっついてる。うわー、くっついてるの気づかなかった。簡単にやられた。まさかの。でもこれ全滅させられるってことだよね、多分。オーバーヒートさせなかったら。感覚かけてうまいこと当てればどうにかなるんじゃない？よし、行くぞ。こっち側は？こっち側は行き止まりか。特になんもなさそうだ。ん？ここは？こっちだ！いる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 ！ぶんね。あっぶんね。ここは関係ない。よっ。よっ。よしよしよし。あ、オーバーヒートメーターみたいなの見えてるわ。ここ違う。うわうわ、なんか、パワー博士やられそう。危なっ。ちょ、早く博士。何してんだ、博士。いや、オーバーヒートする、オーバーヒートする。あぶねえ、あぶねえ。あぶな。十万くっついてる。すまんな。一匹いる。あぶな。ちょ、博士どこ行った？あ、いたいたいた。ふう、危なかった。家に帰るか。もう俺2回ぐらい死んだぞ。
ちょ、もうここ自動で帰らせてくれよ。マジでこの博士と二人でずっと帰らなくちゃいけないの大変だよ。もうちょっとオーバーヒートのあれさ、量増やしてくれよ。すぐ切れるわ。すぐプシューってなっちゃう。うわ、もうその感じ絶対まだいるじゃん、敵。まあ面白いからいいけど。あ、いない。いないね。どうでもいいけど、1.215W のパワーを秘めたやつを携帯できるってすごくね。雷のパワー今背負ってますよ。ここ開けんの？え、ここもうあれか？村のところか？違うよね。邪魔。博士邪魔。あ、もう着いたっぽい。おぉ、よかったみんな目が点。もともとか。あ、息子じゃん。シーモス。シーモスとドーク。よかったねパパっ子だ。お、何やら話し合っているぞ。まあ、あの武器があればな、一発逆転でみんなでここから脱出しようぜっていう気にもなれるよね。ガーディアンと久しぶりに話した。小さな友よ、毒を救い出してくれてありがとう。シーモスがもう一人ではなくなり、ほっとしている。あの、飲んだくれ息子な。さあ、これでザクたちを倒す準備は整った。モモが下水道で待っている。またあそこ行くの？やだな。お前らでもバーって倒してきてくれよ。マジか。オッケー。じゃあ、今回ここまでしとく？ドクもシーモスも嬉しそうです。私たちいいことしましたね。そうだね。まあ、ここの奴らがどうなろうと知ったことじゃないんだけどね。猫と猫さえ無事に脱出できれば。はい、というわけで次回はそのモモさんに会いに行ってきます。まだ下水道行くのか？やだな。続きお楽しみに。バイバイ。